女子ワールドカップがいよいよ開幕しました。初戦では開催国オーストラリアがアイルランドと対戦し、ステフ・キャトリーの PK によって勝利を収めました。シドニーのオリンピックパークにはマチルダス女子オーストラリア代表の試合で過去最高となる 75,784 人の観客が詰めかけました。感動的な試合展開に観客たちは大いに沸き立っていたことでしょう。オーストラリアはサムカーという3つの異なるリーグと3つの異なる大陸でゴールデンブーツを手にした唯一の選手が怪我で欠場していたこともあり、試合前からアイルランドの守備を崩すのが容易ではないとされていました。前半はオーストラリアが主導権を握っていたものの、なかなか得点を奪えずに苦戦。逆に初の女子ワールドカップ出場を果たしたアイルランドにはカウンターからチャンスが訪れました。しかし後半52分にはオーストラリアがペナルティーエリア内でファウルを受け、ヘイリー・ラソが PK を獲得。これを冷静にゴールに蹴り込んだキャトリーが先制点を奪取しました。その後も試合は緊迫した展開が続きましたが、オーストラリアの粘り強い守りにより試合は1対0で終了し、オーストラリアが勝利を収めました。この試合で MVP に輝いたのはPK でゴールを決めたキャトリーでした。彼女はゴールを奪っただけでなく、セットプレーでも冴え渡ったキックを蹴り、他にも多くのチャンスを作り出すなど、オーストラリアの中でも傑出したプレーを見せました。オーストラリアは母国開催のワールドカップでの広告塔として、サムカーに大きな期待を寄せていましたが、怪我のため初戦には出場できませんでした。それでもチームはなんとか勝利を収め、次戦に向けて前向きな展望を持つことができたでしょう。さらに共催国であるニュージーランドでも試合が行われました。スペインは C 組の一戦でコスタリカを3対0で下し、白星で幕を開けました。 B 組では東京五輪の金メダリストであるカナダがナイジェリアと0対0で引き分けました。 A 組ではスイスがフィリピンに2対0で勝利し、初出場ながら好スタートを切りました。また開幕戦では日本人トリオがジャッジを担当しました。山下主審が大園誠副審と手代木直美副審とともにレフェリーを務め、注目を集めました。特に後半88分にはニュージーランドの PK 獲得に関してオンフィールドレビューが行われ、結果がマイクを通じて会場にアナウンスされたことはサッカー界において新たな光景として注目を浴びるでしょう。野球ではジャッジに対する場内アナウンスが一般的に行われているが、サッカーでも今後日常の光景となるのだろうか。女子ワールドカップはまだまだ続きますが、開幕戦の盛り上がりと感動がこれからの試合にもつながっていくことでしょう。各国代表の活躍に目が離せません。